コンプレックスで悩んでいるのがバカらしくなった時。神奈川県鎌倉市ジェニーさんのコンプレックスで悩んでいるのがバカらしくなった時。東北出身の私は。出て。はい、東京ごテンションでなす。え、上手？なまっているのがコンプレックスだったが、東京で初めてできた彼氏に。いいお店だよね。ずっと黙ってるけど、どうしたの？私、喋っと黙ってっから。何言ってんの。そこが魅力的なんだよ。と言われた時、熊本県熊本市ミカエルさんのコンプレックスで悩んでいるのがバカらしくなった時。へえ、いいな。俺もいい加減彼女欲しいな。でも小沢くんって目つき悪いから怖いじゃん。そうなんだよね。目つきが悪いのがコンプレックスだったが、街で。あれ？ねえ、いいじゃん。お手するだけだからさ。あ、小沢くん。お友達ですか？いや、なんでもないです。行こうぜ。丸そうな輩が逃げていった時。ということで、コンプレックスで悩んでいるのがバカらしくなった時。